書13章14節、主イエス・キリストを着なさい。今年金の鷹賞を受賞したカン・ジェン・ナウ・アイ・シーをご覧になった方も多いと思います。主人公の女の子はいろんな人に福音を伝えながらも、それを心に受け入れることができず、むしろ反発すら感じていました。そしてキリストを見たことがあるの？と相手をやり込めていたその時、キリストが目の前に現れます。困っている人を助け、子供たちと共に楽しんでくださるイエス様を驚きと共感の心を持って見つめる少女。その瞬間、それがイエス様によって心を変えられたクリスチャン自身であることがわかるのです。主イエス・キリストを着るとは、イエス様によって自分の内面が変えられ、イエス様の愛が周りの人に見えるように生きることだと映像は語っています。作品の中にはイエス様がヤクザに絡まれている少年をかばって殴られるシーンが出てきますが、イエス様が見える場面はそのようにヒーロー的な行為ばかりではありません。聖書には、あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという言葉がありますが、その隣人とは、まず私たちが毎日顔を合わせる家族、夫や子供、両親や兄弟でありたいと思うのです。私の行為、表情、態度の中に常にイエス様の愛が反映されていると、家族一人一人が感じられるように生きるようにできたらと思います。家族を自分自身のように愛することは、私には難しいことだからです。家族だからこそ遠慮なく不機嫌な顔を見せたり、相手を不愉快にする言葉を声に発したりすることがあります。本当に自分は足りないと感じさせられます。そんな時、私は主に祈ります。助けてください。私にはできないのです。主よ、どうぞあなたが私のうちにあって働いてください、と膝を折って祈る時、主の愛が私の心に注がれるのを感じます。日常生活の中で勝利し続けることは難しいことです。しかし主はそれを望んでおられます。お祈りしましょう。愛する天の神様、今日こうしてあなたの御前にひざまずき、砕かれ作り変えられることに感謝します。主よ、どうぞこの弱い私の中に働いてください。私の周りにいるすべての人々、特に家族の一人一人があなたの光を見ることができますように、あなたの愛に触れることができますように、今この時に私たちを助けてくださいますように。このお祈りを愛するイエス様のお名前によってお捧げいたします。アメン。